さあ、そして象の黒右衛門と行動を共にする太郎坊役の石井さんにもお会いすることができました。この日は中村アナウンサーが見どころなどいろいろとお話を伺いました。本当にびっくりするぐらい本物かと思ったんですけれども、はいはい、その象とのコミュニケーションの取り方っていうのは難しくないですか？最初はやっぱり戸惑うところもあるんですけど、はい、やっぱりこう大切な友達なんですけど、でも本当に自分の命をかけて守りたい友達っていう存在になってきてるんですよね。今やっぱり本番を毎日重ねながらどんどんその象の表情だったりとか一瞬の仕草だったりとかを必死に受け取ろうとしているところが自分であるんですけど、そういう経験を今までやっぱりしたことがなかったので、自分にとって大きなその人生経験をさせてもらっている先生みたいになってきています。いろいろとあると思うんですけど、この物語の見どころというと石井さんはどんなところだと思いますか？そうですね、やっぱりこうもう象が出てきたらそこにしか目がいかないと思うんですけれども、その他にもこう劇団四季オリジナルのこう人形浄瑠璃ですとか、そういう歌舞伎の様式をさまざまなものを使ったこう舞台の装置もありますし、あとはこう民族衣装を身にまとったそれぞれのダンスナンバーも結構しっかり入っているので、もう1回見るだけでいろいろ見れるので、ね、本当にいろんなものが凝縮されて集まってる感じですよね、はい、楽しいと思います、ね、まず象を見ていただいて、でこの一つの命がどれほどの人たちの心を動かして、でどれほどの人たちに影響を与えられるのか、それはこう一つの今の社会でも同じですね、一つの命がどれだけ大切なものかっていうものを感じていただけたら一番嬉しいです。まあ、象がやってきたのもね、象が逃げなくてはいけないのも全部その人間の都合なんだよね。そういうところがね、子どもたち伝わるというのかもわからないですね、うん、そしてですね、このミュージカルの見どころ、はい、なんといっても象の黒右衛門、制作スタッフが何度も動物園に足を運んで作り上げた力作ということで、本当にリアルですよね。ねえ、目がまた可愛いじゃないですか、うん、そうですね、で耳も動いたり、ね、とても愛らしい。中村アナ大喜びだったでしょうねそうですね、子どもたちにも本当に人気者になりそうですね、はい、劇団四季ミュージカル昔々象が来たは東京都港区の